河野太郎、新スタ作って、平塚市長、70億も出せねえ。記者、あの時河野さんに言ったの橋に何か言っているのですかと聞いたら、作ってねって言っていると言っていた。市としては作れないと答えているのか。市長、うちに最初に提案があったのは140億。それもスタジアムだけで140億、そのうち70億を負担してくださいという提案に対しては、申し訳ないのですがベルマーレは本当に大切なものでありますが、公的な資金の中から70億円出すのは現実問題として難しいですし、市民の理解入られないということは代議士にしっかりと伝えています。作ってねじゃなくてお前の金で作れ、代議士のポケットマネーでどうにかならないんか？平塚市長強すぎない。公園潰して隣接地買収してスタ作れ、却下。中学校潰してスタ作れ、却下。国会議員がスタ作れと要請、却下。上二つは物理的に無理やし、特に中学校の土地は小さすぎる上に役所と隣接してるし。ファイターズのように出ていくぞ。ファイターズは金のなる木。ベルマーレは金食い虫していき。河野さんだぞー。